こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。これから数回にわたってバリ島のご紹介をいたします。コンセプトは安く豪華に遊ぶです。今回ご紹介するのはビーチバークーデターです。場所は地図の上、赤いポイントになります。ハードロックから車で行くと21分とありますが、僕のイメージだと21分はちょっと無理じゃないかなと思います。僕はバリ島の免許があるのでバイクで行きます。日本人はパスポートだけでバイクを借りれるのですが、基本的にはダメです。日本の国際免許も本当はダメです。警察も国際免許で黙認してますが、事故の時保険が下りないかもしれないです。私も10年以上国際免許で済ましてきましたが、あまりおすすめはできないです。あくまでも自己責任で。おすすめは現地の日系旅行代理店でタクシーを手配してもらう。理由は現地をよく知っているし、旅行のアドバイスをもらえるからです。今回ちょっと寄り道してデウスエクスマキナに寄ります。バリ島に来ると安いので毎回買っちゃいます。デウスですが、イメージだと丈夫そうですが、ジーンズとかT シャツなんかは結構デリケートです。粗く扱うと伸びたり切れたり。今回はブルゾンとパーカーを買いました。合計で2万5000くらいでしょうか。来シーズンの冬物を今買ってるってちょっと笑いちゃいますね。デウスからバイクで3分くらいでクーデターに着きました。ここからは実際のビーチバーの音楽を流しますので、雰囲気を感じて行く際に参考にしてみてください。コロナのせいか予約なしでも入ることができました。通常であれば予約はした方がいいと思います。なぜなら私ですら知っているような有名なビーチバーですので。やはり空いていますね。昔はここめちゃくちゃ混雑をしていました。食事をする、お酒を飲む、でエリアが分けられているようです。座ってしまったこちらの席なんですが、ミニマムのオーダーがあるそうです。最低150US ドルを注文必須だそうです。バリ島ではかなり高いですね。プールの下の席はチャージがないとのことなので、こちらの席にしました。この席、前に何もなくてとても良いのですが、しばらくすると物売りのおばちゃんが集まってきちゃいました。そういう点ではちょっと微妙な席かもしれません。この日は日没は18時15分、現在17時15分なので、それで空いているのかもしれません。横の席がずっと不在だったんですが、若い女の子でした。目のやる場に少し困りますね。どこの国の人でしょうか。インド人ではないですし、ムスリムでもないだろうと思います。時代も変わったんでしょうか。
葉山市で夕日を撮影しました。ビーチバーの雰囲気をぜひ感じてみてください。ちなみに食べ物を飲み物はビンタンビールが60系600円ぐらいですね。ピザは120系1200円ぐらいになると思います。系というのはインドネシアルピアでは1000単位なので、そこは間違いないようにしてください。ピザの味は美味しいですが、わざわざ食べに来るほどではないかなと思います。ハンバーガーなどあります。だいたい1000円以上でしょうか。揚げ出し豆腐900円であったんですが、やめときました。実は私は夜の方が好きです。というか夜しか来たことがないです。夜も混んでるのですが、サンセットは激混みですから、夜の雰囲気も感じてみてください。僕のおすすめはやはり日没後です。だって暑くありませんから。サンセットもさっき見ていただいた通りで、正直わざわざ見なくてもいいかなって思ってしまいます。どうしても見たいなら海の家で見てもいいんじゃないかなと思っています。ビーチには海の家的なものがたくさんありますので、そちらで安く飲むのもいいと思います。もし彼女を連れて行くのなら、サンセットは普通に海岸で見て、サンセットを見た後でビーチバーの方がスマートかと思います。それではバリ島の有名なビーチバーはいかがだったでしょう。雰囲気を感じ取っていただけたでしょうか。ご旅行の際に行くか行かないかの参考としてください。この日はピザしか頼んでないのですが、ビールを結構飲んだので、お会計は4900円ぐらいでした。ちょっとラグジュアリーな感じで、5000円は安いのではないでしょうか。ちなみに海の家的なところでビールを頼むと、だいたい小瓶1本300円ぐらいになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。番組が気に入ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。